大昔、人類は類を見ない繁栄を享受し、次第に没落し始めました。権力のあった場所は腐敗していき、人間同士はお互いを妬み争いが起こり始めます。この姿を見た神は、正しい人間であるノアにだけ箱舟を作るように言い、その後大洪水を起こし人間の世界を滅ぼしたのでした。そして現在、人類は目覚ましい発展を遂げ、生い茂る森林を伐採し、大量の化学燃料を燃やし、産業廃棄物による海洋汚染が深刻になっています。これはやはり神を怒らせ、あえて自然の摂理に逆らい、神の意志に逆らう人間を再び絶滅させようとしています。その結果、地球は次第に暖かくなっていき、私たちが過ごすのには厳しい温度にまで上昇し、極地の氷河まで溶け、毎年地球の海面は少しずつ上昇しています。また私たちはこれ以上きれいな空気を吸うことができず、海と土壌汚染も取り返しのつかないほど深刻になってしまいました。このまま数百年、早ければ数十年後には、これ以上人類が地球上で暮らせなくなるかもしれないのです。数百万年の歴史を持った人間は最終的に神を前にして無残にも崩れてしまうのでしょうか。いいえ、現代の人間は過去とは比較できないほどの発展を遂げました。今ではもう神がいなくても、自らノアの箱舟を作ることもでき、人間にとって神の存在がこれ以上必要ないようにも見えます。果たして人間が人類の滅亡を目前にして作るノアの箱舟の正体は一体何なのでしょうか。今から45億3000万年前、数万度にまで及ぶ原始地球が誕生します。それから長い年月を経て、徐々に冷めた地球には酸素と水が生まれ、生命体が現れ始め、現在に至ります。このように生命体の誕生には水の存在が必要不可欠です。すべての生命体はエネルギーを得るため活発な化学反応を起こしますが、この化学反応が最も起こりやすい液体が水なのです。私たち人間の体の 70% が水でできていることを考えても、水が生命体にとって重要な要素であるということがわかります。しかし現在、地球は少しずつ人間が住みにくい環境へと変わりつつあります。人間にとって最も大切な水は汚染され、地球温暖化が進み、地球の気温は次第に上昇しています。その結果、汚染された地球に代わる新たな地球を作ろうというテラフォーミングという計画が生まれました。しかし、この広い宇宙でテラフォーミングが可能な惑星はそれほど多くはありません。なぜなら、水が存在する惑星が少ないためです。また人間が扱い慣れている液体状の水が存在する惑星はさらに少ないのです。水星は太陽に最も近い位置にあるため水が蒸発してしまい、反対に海王星は太陽と一番離れているため水が固体状態に変化してしまいます。このように太陽との適切な距離があってこそ、私たちは液体の状態の水を見ることができるのです。そしてこのような生命居住可能領域をハビタブルゾーンと呼びます。実は太陽系でハビタブルゾーンに位置する惑星は地球だけではありません。金星はハビタブルゾーンの内側に位置していて、火星は外側の境界線に接しています。しかし、いずれも人間が住むには適しておらず、金星は太陽と近いため温度が500度に達し、火星は寒く乾燥していて大気も薄いといいます。そのため NASA の科学者たちは宇宙を研究し、私たち人間が住める惑星を探しています。そして2017年、地球から約39光年離れた場所にトラピスト1という地球に似た7つの惑星を発見したのです。また2020年には太陽系から最も近いプロキシマケンタウリの周りを回っている太陽系外惑星プロキシマ B を発見しました。しかし、この惑星たちは実際地球ととても距離が離れています。地球に最も近い太陽系外惑星のプロキシマ B とは約 4.24 光年離れていて、人類史上最速の宇宙船パーカーソーラープローブで時速60万キロメートルでも7000万年かかる非常に遠い場所にあります。これ以外にも NASA が発見した惑星は多いですが、様々な理由で現実的に人類が移住可能なのは火星と金星だけだといいます。その中で金星は厚い濃硫酸の雲で覆われていて、それによる温室効果で太陽の熱が一度入ると出ていかず、温度が500度まで上昇しテラフォーミングが難しいそうです。その反面、火星はテラフォーミングできる可能性があるといいます。果たして火星は私たちを救うノアの箱舟になる存在なのでしょうか。
太陽系の惑星の中でも火星は地球に似てると言われています。地球のように表面は岩石でできていて、自転周期は地球とほぼ同じ24時間37分です。さらに自転軸も地球と同じように傾いているため、四季の変化が見られ、生命にとって必要不可欠である水の存在も確認されていました。また地球と最も接近した時の距離は5600万キロメートルで、往復するのに約520日かかるといいます。その結果、NASA は3兆9000億ドルを投資し、480年間計5段階を経て火星を地球化する計画を立てました。まずはじめは火星の大気を構成する段階です。火星の大気は非常に薄く、空気を閉じ込める役割の気圧が存在しません。気圧が存在しなければ、太陽の熱で温められた空気が全て逃げてしまうのです。そこで NASA は火星に温室効果を作り出し、大気の層を厚くしようと考えます。元素を使って温室効果ガスを作り、これによって温度が上昇し、二酸化炭素が溶け、火星の大気は次第に熱くなっていきます。この熱くなった大気によって、火星に届いた太陽の熱が簡単に抜け出せず、温度が上昇し、テラフォーミング3段階の温度組成まで解決します。2段階目は生命体にとって必要不可欠な要素、水を作り出すことです。火星の一部地域で水が発見されましたが、その量がどれほどなのか正確には把握できていなく、その水を溶かすためには高温が必要になります。そして NASA が発表した計画の中には、周辺の小惑星から水を採取したり、氷でできた小惑星を火星に衝突させるというものがありました。1段階目に比べ難しさはありますが、もしこれに成功したら、火星は地球誕生初期と似たような環境に生まれ変わります。原始地球が現在まで40億年かけて作った生態系を、科学技術でたったの480年で完成させるのです。その後の4段階目では、酸素を吐き出す微生物を使い、人間が生きていける程度の酸素を確保し、最後の5段階目では生きていくために必要な植物を繁栄させ、火星のテラフォーミング計画は完成します。しかしそれほど簡単には進まないでしょう。1段階目で温室効果を引き起こすための数多くの元素を手に入れることからが、2段階目の火星に水を供給する方法もやはり今の科学技術ではまだまだ難しい部分です。また4段階目で火星の酸素を作り出すのに必要な微生物の数は、今地球にいる数では不十分です。さらにこれが NASA の計画通りに成功したとしても、なんと3兆9000億ドル、韓国の通貨で5000兆にもなり、これは韓国の10年分の国家予算に該当します。火星のテラフォーミング計画は考えられていますが、現実的には正直不可能にも見えます。人類はこの地球で永遠に暮らしていくのかもしれません。しかし私たちは危機に直面するたび、様々な方法で危機を乗り越えてきました。スペース X の創業者イーロン・マスクは、2050年までに人類が暮らせる都市を建設すると話します。正直今の科学技術では、27年後火星で人類が暮らしているというのを想像するのは難しいです。しかし過去、誰も空を自由に飛び回れるとは思ってもいなく、空の向こうに宇宙があるとも想像できませんでした。それでも人類は飛行機を開発し、空を自由に飛び、その後も宇宙開発に力を注ぎ、垂直離着陸ロケットの開発にまで成功しました。イーロン・マスクの火星移住プロジェクトも実現する日が来るかもしれません。地球は私たちの生活を脅かす存在にもなっています。毎年地球温暖化や異常気象が深刻化していき、気候変動は予測不可能になっています。この地球で私たちが暮らせる日はあまり残っていないのかもしれません。しかし現在の科学技術で他の惑星に移住することも難しい状況です。アメリカの天文学者カール・セーガンはこう言います。想像力はたびたび存在し得ない世界へと我々を運ぶ。しかし想像力なくしては我々はどこへも行けない。果たして私たちは近づく人類の滅亡から無事に抜け出すことができるのでしょうか。